北京料理とは、歴代中国王朝が、現在の北京に首都を定めて、以後の北京貴族の宮廷料理や、北京市民の家庭料理や屋台で提供される、郷土料理を指す。中国での一般的な故称は、京な人材。講義では、山東省、山西省、河北省の料理を吸収して、北京風にアレンジした料理の総称。さらに、北京は、大元帝国。 モンゴル国の料理も北京の中華料理に含めることがある。こうして、韓民族の多く内い省、少数民族の地域も含む中国全土の名物料理が集積され、主に宮廷料理人によって洗練されて、ゆき、北京料理と言い習わされた。ただし、モンゴル国も中国の東北地方も、これらの地域の郷土料理自体が、漢民族の中華料理の影響を何百年間も、 受けて同化された自分の国の固有の料理と中華料理の間の際はほぼ消滅し、これにより満州料理、モンゴル料理もすべて中華料理の北京料理に含むという説もある。元王朝、明王朝、西王朝の時期に北京料理は中国歴代王朝の食文化に耐性にされ、中国の代表的な料理となった。だが、近代に入って、 中国の新朝が崩壊するに至ったため、お金や命の保護を求めて、宮廷料理人の大半は北京から流出し、それと共に最高レベルの中華料理の調理法も中国全土に広まった。特にその恩恵を受けたのは、当時一番平和であった四川省と関東省であった。関東省は、イギリスの植民地である香港のすぐ隣で、言葉も関東語であるから、 北京料理の技術を使った広東料理は当時、大英帝国のすべての植民地に広がった。そして、イギリスの世界への影響力によって、今中国料理を代表する料理はもはや、北京料理ではなく、広東料理となった。また、元来独特な朝から味を持つ四川料理は、北京料理の繊細性と、宮廷料理の高水準を融合して、今の高級四川中華になった。 北京料理が四川化した例として、北京料理に由来する、おこげ料理は、今の四川の庶民の中でも普通に食べられるという、宮廷料理であったため、繊細かつ見栄えのする料理が多い。また過北であるため、米や魚よりも、小麦粉や牛肉を多用している。東西交流の証として、南やジンギスカン鍋をベースとした、精神料理も盛んであり、北京ダックを焼く釜も、 インドのタンドールや、中東や中央アジアでパンなどを焼く釜に似ている。最近では、北京市出身の料理研究家ウーウェンが、北京の家庭料理の紹介で知られている。国内貿易部認定の中華牢アザゴーハイ。北京の投稿順爆払わり。ありがとうございます。